計画中止となったイージス・アショアの代わりに、イージスシステムを搭載した艦船の建造が開始されています。さらに、スパイ7レーダーシステムのデモンストレーションが行われ、その革新的な能力が実証されたという報告をキャッチしました。今後の展望として、海上自衛隊は、この新型イージスシステムスパイ7を装備する計画があることから、その性能詳細に注目します。今回詳しく見ていきますね。また、防衛予算は、GDP の 2% に相当するまで増加予定で、中国の軍事的圧力に対抗するために、長距離攻撃兵器の導入を、1年前倒しで進める方針です。これにより、日本の防衛戦略の次の一手が注目されています。2024年現在の日本は、今の自国を取り巻く安全保障環境を、太平洋戦争後の79年の中でも最も悪化した厳しい時期にあると判断しており、昨年2023年度分から、防衛予算案の総額を段階的に引き上げていく方針を打ち出している。2021年10月に発足した現岸田政権は、そうした背景を受けて、2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円とする施策を進め、これは対 GDP 比で最終的に 2% を超過するものとなる。こうした岸田政権による防衛予算の増額は、勝手長期政権を維持した故、安倍晋三氏の政権においても無視えなかったものであり、単純に比較することは難しいが、国際情勢の変化が日本の世論の変化を後押しした結果とも言えるだろう。日本の周囲を取り巻く安全保障環境の悪化とは、核開発や各種のミサイル開発を止める気配などみじんもない北朝鮮や、言うまでもなく、2000年以降に急激な勢いで軍拡を推し進める中国の脅威が高まったことに起因している。すでに日本の最大の仮想敵国が中国となって久しいが、2022年2月のウクライナへの軍事侵攻以降は、ロシアも北方領土方面をはじめ、日本への威嚇行動を強めており、こうした敵対する隣国の動きが活発化していることは間違いない。そのような中で、防衛予算の大幅な増額へと舵を切った日本では、これまで保有してこなかった長距離打撃兵器を反撃能力と表現して整備していく方向にあり、それらをまとめてスタンドオフミサイルと呼称している。スタンドオフミサイルの大まかな定義は、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃が可能なミサイルのことを指しており、自軍のそれらのミサイルの発射母体を危険にさらすことなく、敵軍の標的を排除するものと説明されている。日本が保有をすべく、開発や調達を進めているスタンドオフミサイルの代表例としては、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾が挙げられ、また、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルもこれに該当する。これら国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾、そして、トマホーク巡航ミサイルに共通している要素は、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃も長距離から担い得る点であり、この点において、従来の兵装と一線を画している。しかし、政治的に見れば、射程距離がおよそ 1000km を超えるこれらのスタンドオフミサイルは、左派を中心とする勢力からは、自衛隊が憲法上で保有を禁じられている攻撃的な兵器に当たるとして、折につけ、今の政府の方針を非難している。日本の伝統的とも言える左派の代表として、今も根強く、一定数の支持基盤を有する日本共産党などの考えは、その機関紙である赤旗の紙面上の主張にて、当然、これらのスタンドオフミサイルの保有を激しく非難している。かつての東西冷戦時代は、長距離攻撃が可能な兵装は敵基地攻撃能力と呼称されてきた経緯があり、その、いかにも攻撃的な名称は、国民にマイナスの印象を与えかねないと判断されたのか、今の日本政府は、これを反撃能力と呼び換えることで、批判の矛先をかわそうとしているようだ。個人的には、そのような政治的な対応が理にかなったものであるのか否かの判断はつかないが、これだけ尖閣諸島周辺における中国の圧力の増加や、台湾に対する同国の武力による恫喝を目の当たりにすると、
その必要性は論じるまでもないとは感じてしまう。そのそも、兵器自体を攻撃的なものか、防御的なものかに線引きすること自体が今や困難であり、敵から攻められないように、事前に対処方法として長距離打撃兵器を準備していかなければ、攻撃を受ける可能性は格段に高まることは想像に難くない気がする。そうした今の日本が置かれた安全保障上の厳しい状況を打破する一策として、先に挙げた各種のスタンドオフミサイル類を多数搭載しようというコンセプトのもと、建造が行われようとしているのがイージスシステム搭載艦であろう。イージスシステム搭載艦は、2020年6月まで、秋田県と山口県の2カ所に設置が予定され、日本の今後のミサイル防衛を支える切り札と目されていた、陸上配備型のイージスアショアに変えて2隻が建造されることとなった艦艇である。イージスアショアは、秋田県と山口県の2カ所の陸上自衛隊の管轄下の地に設置することで、日本全国を365日24時間体制でミサイル防衛を可能とすることが期待されていたのだが、装備する迎撃弾である SM-3 の問題から導入が中止された。これは、飛来する敵の弾道弾を迎撃する SM-3 には、発射後に加速をするためにブースターが取り付けられているのだが、打ち出され、役割を終え不要となったブースターを切り離すにあたり、その落下位置を制御することが困難という理由であった。この当時の報道によれば、イージスアショアから発射される SM-3 のブースターの落下位置を確実に制御するには、使用されるソフトウェアへの改修が必須であり、その費用と開発に要する時間的な余裕がないと判断された形とされた。乱暴な素人考えでは、落下してくるブースター部分に対し、近隣に迎撃用の機関砲や小型のミサイル等を配備することで、危険性を低減させることも考えられたのではないとも思うのだが、まあ現実には難しいのだろう。イージスアショアは、そもそも、イージス艦に搭載されている SM-3 発射用の VLS 垂直発射艦と、敵目標を探知し追尾するレーダーを陸上に設置するように改めたもので、その意味では、新技術が用いられたものとは言えない。この時、イージスアショア用に用意されたレーダーが、ロッキード・マーティン社が開発したフェーズドアレーレーダーのスパイ7であり、2018年7月には、時の日本政府は、これを2機購入することを決定した。イージスアショアの導入中止が確定した後も、すでに発注していた、このロッキード・マーティン社製のフェーズドアレーレーダーのスパイ7を、キャンセルするには違約金が生じるとも言われ、代替するイージスシステム搭載艦でも、その流用が行われる。この点に関し、日本の一部の軍事関係者からは、イージス艦の代名詞たるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新のバージョンにあたるフライト3では、レイセオン社製のスパイ6が採用されたことを受けた批判が見受けられた。いわくアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新バージョンである、フライト3のレーダーに、レイセオン社製の AN-SPY-6 が選ばれたということは、以後の海上自衛隊のイージス艦も、それに準じる可能性が高く、イージスシステム搭載艦との連携が危ぶまれるとする指摘だった。しかし、フライト3以前のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のレーダーは、スパイ7と同様に、ロッキード・マーチン社製の AN-SPY-1 系統のものであり、日本の現行の8隻のイージス護衛艦もそれらを装備している。そのため、ロッキード・マーティン社製のスパイ7と、レイセオン社製の AN-SPY-6 とは、性能面でもほど同等だとアメリカでも評価されている上、当のアメリカ海軍でも両者を併用して使用していくことに異論は見られていない。すでに、2022年頭に、ロッキード・マーティン社は、スパイ7が、イージス武器システムの BLJ-7B と連動したテストにおいて、SM-3 のブロック 2A を用いて、敵の弾道弾との交戦能力が実証されたとのコメントを発している。日本でのイージスシステム搭載艦の建造も、1番艦が、三菱重工業社社によって、今年2024年中には寄港される予定となっており、進水は、2026年、収益が2027年止めされているため、並行して、
スパイセブンの最終的なテストの完了も伝えられるのだろう。2024年7月22日、イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、GCAP 新型戦闘機の大型模型を展示、なんと F3 戦闘機の翼に異変が起きているとの情報をキャッチしました。今回は、そんな F3 戦闘機翼に異変を詳しく見ていきますね。主翼は、従来のラムダウィングからデルタウィングへと変化では、なぜ変化したのか詳しく考察していきます。まだ見慣れないけど、見慣れると格好よく見えてくるのかな。 YF21 みたいに横に伸ばしの方が格好よかったかも。今年2024年は学年で偶数年に開催されているファンボロー国際航空ショーの実施年に該当し、7月22日から26日までの延べ5日間にわたって、今回を含めて第45回目となる同航空ショーが盛況の中で取り行われた。ファンボロー国際航空ショーは、イギリスの本土、イングランド地方の南部に位置するハンプシャー州のファンボロー空港で実施されたが、これはフランスの首都パリで開催されるパリ航空ショーと並び称される世界的な催しだ。世界各地で開催される国際航空ショーは数あれど、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーが特に世界で耳目を集めているのは、両社が航空機製造の末端にまで及ぶサプライチェーンまでも包括した内容であるためとも言われている。航空機の製造とは、それこそおびただしい数の関連企業が参画して行われる一大事業であるが、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーは、どちらも関連する末端の企業までを含め展示等に参加する点が特徴と見さされている。今年2024年のファンボロー国際航空ショーは、主催者側のアナウンスによれば、総額で日本円にしておよそ16兆円に上る取引がまとまり、かつ民生用の航空機に関しては実におよそ260機に及ぶ正式な発注契約が行われたとされている。このように盛況を見せた今回のファンボロー国際航空ショーにおいて、軍事部門の内容として一躍注目を集めたものが、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発を推進している GCAP グローバル戦闘航空プログラムに関する展示だった。それは今回のファンボロー国際航空ショーにおいて、 GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型が展示されたためであり、初日にあたる22日に世界に向けて公開された。この GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型に加え、イギリスで同プログラムを主導する BAE システムズ社は、同機の新たなイメージ図も同時に公開を行った。そこで展示された GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や新たなイメージ図によれば、同機の主翼はこれまでのラムダ型からデルタ型へと形状が大きく変更されている。これにより GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機は、従来よりも主翼の総面積自体が大きくなったといえ、その大型化によって搭載する燃料が増加し、したがって航続距離が延伸されたと考えられる。また、同時に、このデルタ型の主翼への変更によって、兵装の搭載量も増加していることが予期され、空対空、空対艦、空対地のそれぞれの用途への対応力の向上を基としたものであるとの見方も一部から指摘されている。日本では、ことに、この GCAP
グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機は、現在の航空自衛隊での戦闘機の中で対艦攻撃任務を主とする F2 戦闘機の代替機を目指すものであるため、搭載可能な空対艦兵装の量には大きな期待が寄せられている。反面、今回の BAE システムズ社による GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や、新たなイメージ図で示された主力のデルタ型への変更は、ステル性能の観点からは、疑問視する声も上がっている。これまでの主力のラムダ型から面積自体が大きくなったデルタ型へ変更されるとなれば、必然的に、主力のレーダー反射弾面積も従来よりも大きくなってしまい、肝心のステルス性能は低下してしまう可能性がないかとの懸念だ。これについては、そもそも GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機が、どの程度の数値のレーダー反射弾面積を想定しているのか、その数値目標そのものが、未知数で、現時点では何とも言い難いようにも思える。通常の航空機開発においては、要求される性能と採用される機関部の能力に応じて、機体自体の大きさや形状を確定させていくのが常であり、それは、設計段階の最も初歩的な工程であるため、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機も、いよいよ、本格的な開発に踏み出したとも言えそうだ。今回のファンボロー国際航空ショーでは、BAE システムズ社によって、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や、新たなイメージ図が示されると同時に、開発側の記者会見も行われた。その席には、各国で開発を主管する、イギリスからは、もちろん、BAE システムズ社、日本からは三菱重工業社、イタリアからは、レオナルド社の担当者が顔を揃え、現時点での GCAP、グローバル戦闘航空プログラムについてのコメントが発せれた。そこには、具体的には、イギリスの BAE システムズ社からハーマン・クレンセン氏、イタリアのレオナルド社からグリエルモ・マビリア氏、日本の三菱重工社からは白石仁氏が出席し、共同での会見に臨んだ形である。ここで、イギリスの BAE システムズ社のハーマン・クレンセン氏は、共同開発国である日本やイタリアとの関係について、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムに対し非常に補完的で、各国が持てる技術を出し合い、長期的な投資を行っており、そこで解決策を構築しつつ、形にしたいと述べている。GCAP、グローバル戦闘航空プログラムは、大まかには、2021年から来年2025年までにかけて、仕様の詳細を決めて評価を行い、2025年から2035年に、実際の設計と開発を進め、2035年から実戦配備を開始し、その後も、継続的なアップデート開発を行うものとされている。BAE システムズ社のハーマン・クレンセン氏は、今回の記者会見において、こうしたスケジュール感を鑑みつつ、来年の2025年が、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムを推進する上で、節目となると強調、実質的に、同プロジェクトの設計が本格的に開始される年になると述べた。日本では、現行で、対艦攻撃を主任務とする航空自衛隊の F2 戦闘機が2035年からの退役が決まっているため、その代替を担う GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機、次期戦闘機と総称されている、この機体の同年からの実戦配備がマストになっている。一方のイギリスとイタリアも、現行のユーロファイタータイフーンを代替する機体として、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機を予定しており、日本と同様に、2035年には実戦配備を行いたい構えである。日本においては、今回のファンボロー国際航空ショーが開催される直前の7月10日、次期戦闘機開発を主管する三菱重工業社と一般社団法人日本航空宇宙工業会が日本航空機産業振興を共同出資にて創設し、同期のサプライチェーンの構築を進める動きを加速させている。
ただし、イギリスでは7月4日に実施された総選挙によって、現在の保守党のスクナ政権が大敗を喫し、代わって最大野党であった労働党が単独で過半数を得る勝利を収めたため、スマーター新政権が実に14年ぶりの政権交代で誕生する運びとなった。ここから労働党のスマーター新政権は、これまでの保守党が推進してきた安全保障関連の取り組みを見直す意向を示しており、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムについてもその対象であるとマスメディアでは報じられている。これまでの保守党がロシア・ウクライナ戦争の影響で軍事費の予算拡張路線に踏み出したことは認めつつも、労働党のスマーター新政権はその使途について来年2025年前半を目途に再考を行った上で方針を打ち出すとされている。一部のイギリスの軍事専門家や指揮者の間からも、現時点から10年以上先の2035年実戦配備予定の GCAP、グローバル戦闘航空プログラムに注力するよりも、ロシアとの対峙を考慮した場合、既存の戦力の増強に努めることが先決との見方も出てきている。こうしたイギリス内での意見の勃興を受けて、一部では GCAP、グローバル戦闘航空プログラムからイギリスが離脱する可能性を説く声も聞こえているが、個人的には、いくら、何でも、そこまで、急激に方針を変えることはないのではないかと感じている。2024年7月25日、陸上自衛隊の森下泰臣陸上幕僚長は、小笠原諸島の離島である南鳥島へ、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画が進行中との発表をキャッチしました。今回は、防衛省が、南鳥島に地対艦ミサイル射撃場を設置するという、注目すべき動きについて深掘りします。アメリカやオーストラリアなどの海外でしか行えなかった、これらミサイルの国内での射撃訓練が可能に。これはやばいね。2024年7月25日、陸上自衛隊の指揮官である森下幕僚長は、この日開催された記者会見の席上において、行政区分上では、東京都の小笠原村に属する、小笠原諸島の離島である南鳥島に新たな射撃場を整備することを報告した。小笠原諸島の離島である南鳥島は日本本土の本州からはおよそ 1800km ほど離れた場所に位置し、地理的には日本の最東端にあたり、現在は民間人の居住者がない上、基本入れ島すること自体が禁止されている。そのため、現時点で南鳥島には海上自衛隊の基地が置かれ、同隊員が配置されているほか、国土交通省の関東地方整備局及び気象庁の職員が少数常駐を行っており、国の機関が目的に応じた職務を遂行している状態である。南鳥島は、一つの型がおよそ 2km ほどで構成された三角形型をしており、総面積は 1.51km、標高は、最大でも9メートルしかない平坦な地形の島で、島には医療設備、体制もなく、かなり過酷な環境と言えるだろう。南鳥島へのアクセスは、全長1372メートルほどの滑走路が1本あり、ここに離発着させる航空機と、南部にある波止場に船舶が出入りできるのみで、前述した海上自衛隊や国土交通省の人員の交代等も、基本的には航空機を介して行われている。そこで、
海上自衛隊や国土交通省の人員の交代時には、航空自衛隊の C-130H 輸送機が、これらの常駐者の島での生活に必要な物資の運搬には、海上自衛隊の C-130 ラウンド輸送機が用いられており、先に挙げた1372メートルほどの滑走路が生命線となっている。今回、陸上自衛隊の森下幕僚長が報告した内容によれば、南鳥島には、現在、陸上自衛隊が配備を行っている人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画となっており、同兵器の有効射程は 200km 弱と推定されてきた。しかし、日本国内に存在している従来の射撃場は、最大でも 40km ほどの規模のものであったため、現行の人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、アメリカやオーストラリアといった海外の演習場に出向いて行ってきた経緯がある。人に、意識地対艦誘導弾は、その名称が示す通り、2012年から陸上自衛隊での調達が開始された兵器であるが、本体である誘導弾の発射塔を送輪式車両の後部に搭載、他のレーダーや射撃管制に必要な機材等もトラックの荷台に搭載する形式の地対艦ミサイルシステムだ。現在、陸上自衛隊における人に意識地対艦誘導弾は、その運用の教育を目的とした富士共同弾以外は、西部方面隊の第2特科弾の第5地対艦ミサイル連隊、熊本の県軍駐屯地、第7地対艦ミサイル連隊、沖縄本島の勝連分田室地に配備されている。第7地対艦ミサイル連隊は、他にも、第1地対艦ミサイル中隊、鹿児島県の奄美大島の瀬戸内分田室地、第2地対艦ミサイル中隊、沖縄県の宮古島駐屯地、第3地対艦ミサイル中隊、沖縄県の石垣駐屯地等で、南西諸島の島々に分散配備が進められている。こうした人に、意識地対艦誘導弾の配備が、現在、南西諸島方面に対して集中的に行われている理由は、言うまでもなく、中国の軍事力の増大に伴い、その海軍力の圧力の増大に対処するためのもので、残念ながら、その必要性は年々高まり続けている。それは、内容はともかく、艦艇数で言えば、中国海軍は、アメリカ海軍をすでに凌駕する数の総数で、400隻以上の戦力を保有するに至っており、今なお、その増加の速度を鈍化させることなく、東シナ海、南シナ海は、言うに及ばす、西太平洋方面にまで進出する勢いである。こうした中国海軍の艦艇数の著しい増強に対処すべく、日本は南西諸島方面へとそれらが接近することを阻む目的で、人に意識地対艦誘導弾の配備を進めてきたが、その運用と練り度の確保が担保されているかといえば、甚だ心もとないと言わざるを得ない。というもの人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、前述したように、これまでは、日本国内でそれを行い得る射撃場が存在していなかったため、アメリカやオーストラリアに出向いて実施していたものの、その総数は、わずかに、これまでの合計で6回ほどだったことを陸上自衛隊は認めている。この人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練回数の少なさは、もちろん、アメリカやオーストラリアといった受け入れ国側の都合にも左右されるとは思うが、その最大の理由は、陸上自衛隊員及び必要となる装備一式の輸送には、膨大なコストと時間が必要になるゆえであろう。そのため、今回、防衛省が、小笠原諸島の南鳥島に、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を打ち出した背景には、コストを抑えつつ、これらを運用する陸上自衛隊の当該部隊の練り度の向上を図り、中国による南西諸島方面への圧力に対抗する意図が感じられる。行政区分上で、南鳥島を管轄している東京都の小笠原村に対して、防衛省側は、すでに、昨年2023年8月には、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を説明したとされており、今年2024年に再選を果たした小池東京都知事も、こうした防衛関係の事案は、国の戦艦事項であるとして、容認の意向を表明している。加えて、小池東京都知事は、人に、
意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、国が当事者である小笠原村の理解を得るべく配慮してほしいとのコメントを発しているが、沖縄県知事などと異なり、この点においては常識的な対応を行っていると言えるのではないだろうか。また、当事者である小笠原村からは、人に意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、日本が置かれた悪化する一途の現状の安全保障環境において、その必要性を認めつつ、射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向等には検討を願うと表明している。こうした南鳥島の行政上の管轄者たる東京都、そして小笠原村ともに細かな部分での配慮を国、防衛省サイドに求める意向はあるものの、総じて今の日本の安全保障環境を考慮した場合、その計画を受け入れてくれていることは、同じ国民として感謝の意しか浮かばない。防衛省側の想定によれば、計画通りに人に意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備した場合、同じ小笠原諸島に属し、南鳥島からはおよそ 1200km ほど離れた位置にある有人島の父島、母島方面の西方海上に向けて射撃訓練を実施すると説明されている。前述したように、現行の人に意識地対艦誘導の射程距離は最大でもおよそ 200km 弱と推定されているため、父島、母島までは十分に安全な距離が保たれている状態であるが、現在後開発中の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型では留意が必要となる。現在開発中の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型では、まず第一段階としてその射程距離を少なくとも 900km ほどまで延伸させることが予期されており、最終的な第二段階ではこれが同 1500km ほどにまで達する可能性がある。こうした人に意識地対艦誘導弾の能力向上型における大幅な射程距離の延伸を鑑みて、南鳥島を管轄する小笠原村では射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向に検討をお願いしたいと国、防衛省側に対する意向を打ち出している状態だと言えよう。小笠原村からのこうした要望について、少なくとも今の時点では防衛省側は正式な回答を行ったという報告は確認できていないが、今後何らかの形で射撃訓練時の安全性の担保について追加で説明するコメントが発せられるのかもしれない。人に意識地対艦誘導弾の能力向上型は、従来の陸上配備型、自発型に加えて艦艇から運用する型、艦発型、航空機から運用する型、空発型へと発射母体を複層化し、標的も対艦攻撃のみでなく対地攻撃も視野に入れた展開が予想されている。加えて防衛省側では、こうした人に意識地対艦誘導弾の能力向上型に止まらず、当初防衛用の高速滑空弾等の実用化も進めており、今後南鳥島に射撃場が完成した際には、それらの新型兵器の射撃訓練も行われることとなるのだろう。